今朝入っているニュースをお伝えしていきます能登半島地震から半年今なお2300人が避難公費解体進まず九州北部で警報級の大雨土砂災害や河川の氾濫などに警戒 さて、今日はですね、ラインナップ2項目にしまして、大雨に関する情報を中心にお伝えしていきたいと思いますが、まずは7月1日ということで、今年の1月1日に起きました能登半島地震から今日で半年ということになります。この地震による死者は、災害関連死を含めると合計で299人となる見通しということです。え直接死が229人、そして避難生活で体調を崩すなどして亡くなった災害関連死が52 12人そして、関連死への認定が決まっている18人がいまして合わせて299人ということになりますそして、公費による解体の申請総数というのが6月24日時点で2万865棟あるんですけどもこのうち工事に着手したのは2601棟ということで。うん 全然解体が進まないんですよね。うん、え、これは一つは、あの、人手不足によって、 で手続きっていいうううのが思うように進まない自治体の方もですね行政改革などで人手が足りないっていう状況、はい、どこも同じような状況ということでなかなか手続きが進まないっていうこととやっぱりこの能登半島というこの半島っていうね,ういね独特のこの地形ということでルートも限られていて、はい、その先端の方に位置する涼しい輪島市などですね特にこの被害の大きかった6つの市や町にこう、うん 避難するのも大変だったと思うんですけども、はい、実際復旧するにも、 その人たちがこう移動するのもやっぱ大変、物資を運ぶのも大変ということもあって、うん、なかなか思うように進んでいないというのが現状。石川県としては来年の10月に、えー、解体を完了することを目指しているということで、やっぱ随分時間がかかってしまう。かかま,ね、まあそれだけ被災された方々のこう心情っていうのがね、うん、なかなかふるさとに戻れないとか、あるいは避難所、 そして仮設住宅などで生活することが余儀なくされているでコミュニティもバラバラになっているところもありますので、うんはい、やっぱりこう孤立死とか、ね、孤独というものがこう減らされるようになるべくこう、まあ、自治体もそうですけども地域で声を掛け合ってなんとか、ねえー、この状況を乗り越えていただきたいなと思います。そ、はい、そししてて一刻も早くこの復旧が進むのを祈るばかりです、うんはい、さあそして 九州北部では、すでに、えー、この福岡県内でも土砂災害警戒情報などが出されていますので、この雨の降り方について、えー、RKB 気象予報士の横尾さんにスタジオに入ってもらいます。横尾さん、おはようございます。おはようございます。 結構あの雨雲レーダー見ると、宗像、福通そして北九州の方で濃い雨雲がかかってますよね、かなり濃いので、まあ、あの紫色がかかっているということは、うん、まあその時間では猛烈な雨が降っているのかなというぐらいに相当する雨が、はい、解析されていますね、この後、まあと、今夜にかけて、ですね、はい、今日いっぱいは、えー、雨の降り方、十分注意、警戒が必要となりそうです。うん えイ、ー、梅雨前線の影響なんですが、これが今、はい、津島海峡付近に停滞している影響ですね。うん、まあ、これまで何度も7月上旬には大雨に見舞われたこともありましたが、えー、まあ、それとほぼ同じような気圧配置となっています。えー、この梅雨前線に向かってどんどん南から暖かく湿った空気が流れ込んで、大気の状態が非常に不安定となっています。うん、えー、このため、 今日、えー、いっぱいは1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。えー、50ミリ以上というと、もう滝のようにゴーゴーと降る雨という表現になりますが、本当に見通しが悪くなるような、雨で全く前が見えなくなるような。はい、ワイパーもなかななかかか追いつかないつ、うん ぐらい,、ね、らいですね。ねの雨になりますから、まあ、車の運転なども十分注意をしていただいて、え、はい、ライトをつけるなど、しっかりとしてください。うん、えー、そして、えー、明日の朝までに降るう24時間雨量ですが、佐賀県が150ミリ、福岡県が180ミリ、 大分県県や山口県ががミリが予想されています<う>、まあ、しっかりとした雨ですねかなり雨量もまとまる予想ですから、えー、土砂災害、厳重な警戒が必要なのとあとは洪水警報も発表されているエリアも出ました、ね、さっき、はい、宗像市と福津市に大雨洪水警報、はい、ということが発表されましたね。うん、はい ですから、まあ、土砂災害もそうなんですが、洪水以外ですね。うん、えー、川も少しずつ増水してきているエリアも出てきていると思いますから、うん、えー、川の増水や氾濫にも警戒が必要です。うん、えー、雨のピークとしては、まあ、今日の昼過ぎくらいまではかなり強い降り方。<ー>で、今夜にかけても、まあ、まだ雨の降り方としては強いかなといった予想です。えーえー、で、土砂災害についても、えー、今日いっぱいは引き続き厳重な警戒を、うん、ということになります。 えー、ですから雨雲レーダーなどを引き続きこまめに確認して、うん、あとは自治体からの避難情報もですね随時発表されると思いますから、うん、そういったものをテレビやラジオ、はいえー、スマホなどでしっかり情報を取れるようにしていただけたらと思います、うんうん、あとはこう下流域に住んでいる方も自分が今いるところは大した雨じゃないとしても上流部で、うん、降ってると一気に増水とか、ねうんはい、水が増える、はい っていくっていうことがありますので、やっぱり油断はできないですよ、ね。そう、おっしゃる通りですね。自分のところが降っていなくとも。うん 川は自然とこう増水してしまうっていうところはあるかと思いますから、うん、えー、まあお住まいの地域プラスもう、まあ、その近辺もえ確認していただくこと良いかなと思います。うん、そうですね。あとやっぱり七月の上旬っていう時期が本当はやっぱり雨が降りやすい大雨に警戒、うんね、しなきゃいけないですね。毎年そうなんですよね。ね<ー>はい今年もまあ前回金曜日ですね。はい、先週の金曜日も大雨に警戒ということで、うん、まあ今回前回はあのつがらなか災害には繋がらなかった、うん。 たんですが今回は災害の危険度も少しずつこう上がってきてますから、うんはい、引き続き続警戒をお願いします裏、はい、裏には裏がある表ばかり見ているとうらやましいし、恨めしいなら見てみよう、裏側を聞いてください、裏話努力はきっと裏切らない。 裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して RKB ラジオで毎週日曜朝10時15分から放送。